劉茂恩は中華民国の軍人。はじめは兄の劉鎮家が率いる鎮家座軍に属し、後に国民革命軍に転じた。字は書林。最初は学問を志し、1916年に河南省立第8中学を卒業した。しかし卒業後間もなく遠征外が創設した模範団に加入、第2期市長下で訓練を受け、 さらに、保定陸軍軍艦学校へ進学して、第6期市長課で学習した。1919年3月に卒業すると、先生軍艦教育団で中高教官となる。さらに兄、リ鎮家率いる鎮家佐軍に加入、囲碁順調に昇進して、迫撃砲弾上高団長にまでなった。1927年4月、リュ家が、表玉省に降伏し、チ家カ軍が、 国民革命軍、第二集団軍第八方面軍に改組される。龍毛音は、その指揮下で第四軍軍長に任ぜられ、北伐にも参戦した。北伐完了後、軍縮措置に伴い、第二十九軍は、第二集団軍しばらく編第三0士となり、龍毛音がそのまま市長を務めている。1929年5月。 小解析から内逆軍第十一祖地軍第四市市長に任ぜられて遠尺山配下となり、6月には河南省北部に駐屯した。9月、第四市は陸軍第六十六市に改められ、そのまま龍門が市長に止まる。1930年1月、龍門は陸軍第十五軍軍長に昇進し、5月には 小と縁の対立が激化したことに嫌気がさした兄の竜鎮カが外遊に出たため、竜ンが第十一掃除軍葬式代理に転じた。間もなく中原大戦が勃発すると竜ンは縁釈山を見限って小解析に転じ、そのまま反将軍討伐に従事している。7月、朧回路左翼軍第四守備区司令、8月、 平寛寺左翼軍第四重大指揮官にそれぞれ任ぜられた。10月、河南省政府委員に任ぜられ、同省の中国共産党討伐に従事している。1931年1月、安岐省第三区行政多田市察施選委員、県法案指令も兼任し、引き続き公軍討伐を行った。1935年4月、陸軍中将に昇進し、 1936年に予館編区、第二水税区司令官となる。その翌年には予館池け軍事整理委員も兼任した。日中戦争が勃発すると、リュウモーンは第13軍団軍団長に任命され、炎釈山らが指揮する山西省方面での戦場に向かう。1937年10月、雪口戦役に参戦、右翼総指揮を務めた。 1939年2月、第5集団軍副総司令へ、同年10月には、第14集団軍総司令へと昇進している。1941年5月には、新南海戦に参戦し、9月には、全国推理委員会委員も兼任した。1944年、落葉の守備を担当することとなり、同年5月には、予中海戦に参戦する。7月、 河南省政府主席兼与西警備司令に任税られ、9月には全省法案指令も兼ねた。翌1945年にも日本軍との戦いを続け、5月には中国国民党第6期中央監察院に選出されている。戦後も流門は引き続き河南省で小生に従事したが、国境内戦は国民党を不利に推移し、1948年春には、 洛陽が中国人民解放軍に攻略され、6月には劉が所在する商会開封を包囲される。同月20日、開封は陥落し、劉は最後まで抵抗して拳銃自殺を図ろうとしたが、部下に押し止められかろうじて脱出した。同年8月、小政府主席を辞任し、西安水税公署副主任、総統府戦略顧問委員会委員と歴任する。 同年11月、女州総秘総司令部政務委員会場務務員に任せられた。国境内戦で国民党が敗北すると、劉は台湾に逃れている。1958年、総統府国策顧問に任命されている。1981年4月24日、台北市にて病没。去年84。ありがとうございます。